はい、今回はちょっと皆様にお知らせをさせていただきたいこと、ご報告をさせていただきたいことがありますので、私の方で動画を回させていただいております。最後までよかったら見ていてもらえたらなと思います。まあ、ちょっとね、私実はそのこれまでコラムを書いたり YouTube で発信をしたり、また Twitter、Instagram、その他さまざまな SNS でいろいろちょっと発信をさせていただいておりました。さまざまなところで発信をする中でいろいろ思いが重なって、いろいろ考えに考えたんですけども、この度私小原ブラスなんですけども、本を出版します。皆様見てください。めんどくさいロシア人から日本人へ、自分を犠牲にしない私の命第一主義、本をね今回書かせていただいて、武装者さんの方から9月21日に発売となります。予約とかを結構してくれてる方もいらっしゃるんですけど、 Amazon とかいろんなサイトで今予約ができますので、ぜひよかったら発売前に、まあ、発売後でもいいんですけども、予約したり購入してみてください。全国書店でも見ることができます。内容なんだけども、今までほんまにいろんなところで話したことをギュッと集約して、今までの私の総集編みたいな感じになってて、ウクライナの侵攻があったり、ロシア人として生きる中でもいろいろ目まぐるしいこともあったんやけども、私がロシアから日本に来て、そしてほとんど日本人みたいな感じね、5歳6歳ぐらいから日本で育ってる中で感じてること、思っていること、あらゆることを今回本に書かせていただいております。一応ね、これよく見てほしいんやけど、こだわりの表紙、これねマトリョーシカの形をしてんねん、これが。でも中身はこけしの絵、ほんでこっちがこけしやねんけどマトリョーシカの絵みたいな感じになってて、もともとねマトリョーシカ、ロシアのこの何個もこう蓋を開けるマトリョーシカ、これってこけしを参考にして作られたんじゃないかという説が結構有力で、実は日本とロシアってそういうとこがつながってたりとかするんやけども、ちょっとそういう意味も込めてこういう絵にしてみて、この色とかもね、背景のこの色も自分の5時に夢中の出てる番組の衣装のカラーにしてみたりとか、あとこの紫っていうのはちょっと高貴な色ということを聞いたことがあったので、高貴な色にして、ちょっと半蔵門線よく使うから半蔵門線の色にしてみたりとか、なんかいろいろこだわりにこだわってやってますね。ほんで発売日が9月の21日、この日はね実はね何も成就しない日らしいんですよ。成成就の日って言って、ただこれどうしてもその日にしないといけない理由があって、国際平和デーなんですよね。なのでこの国際平和デーに発売をしようということで、何も成就しなかったら不正成就の日にのせいにするし、もしも売れたりとかしたら不正成就とか関係ないなって、やっぱり国際平和を狙ったのが大事やなっていうことになるからね。ほんまにな、これずっと考えに考えて書くとき、やっぱ私が今ここでこういうロシア人がね本出すのとかっていう印象悪かったりするんかなとかいろいろ悩んだんやけども、ちょっと出版の方がね、いや今だからこそ出してほしいんですって、こういうウクライナの情勢もあるから、別にそれはそれを利用して金稼ぐとかそういうことになるわけでもないし、今だからこそ必要なものっていうのは出していただきたいんですっていうので結構言ってもらって、背中を押してもらって書きましたね。いろいろね、これまで俺のことをいろいろ知ってくれてる方とかやったら、この話聞いたなっていうこととかも多分出てくると思うんやけども、私のこれまでを全部っていうのは追ってないと思うし、あーなんやこんな考えでええねやとか、こういう考えもあるんやなみたいなの感じてくれたらいいなって思う。まあ、あと今まで書いてなかったけど家族のこととか、今まで言うのがちょっと恥ずかしかったようなこととかも含んでますので、ぜひ見てみてください。なんかね、僕いろいろ生きてて思うんやけど、あんまり綺麗事で生きていきたくないなみたいな、自分ってそんなに強い人間じゃないし、強い人間でなければならないなんてこともないし、まあ、かといって弱さをみんなに見せびらかしていこうというようなこともないんやけども、この自分を犠牲にしない私の命第一主義って僕の中で実は今根本に持ってるとこやねんけど、なんかかっこいいことするために自分を犠牲にするのってなんか意味ないなと思ってて、やっぱり自分のことを一番好きでないといけないよねって、自分のことを一番誰よりも好きになれるのって自分やと思うし、そうじゃないと人に優しくできひんやんか。
だからまず自分をどうやって好きになろうかってことを考えるようになったのよ。やっぱゲイやったからそこの部分がマイノリティってのもあるし、やっぱりロシア人としてみたいなさ、こういう世界情勢もあるからさ、それ自体が後ろめたい気持ちになったりとかもするんやけども、なんかそんな中でもやっぱり自分のことは好きやねん。でそれを言ったらあかん空気感って、まあ、日本の社会に限らず世界中にあるんやけども、別にそれでええと思うのより自分のこと好きって言って、だからどうやって自分を好きになっていくかみたいなのをこの本で示せたらなとかじゃないけども、僕の場合はこうやりましたよっていう、なんかここまで人間って開き直っていいんだって思ってほしいね。私も肩の力抜いて自分だけのために生きる時間作ろうみたいなちょっと思ってくれる人が一人でもったらええかなってなんか思ってます。まああんまり言葉に責任は持ちたくないタイプなので、本書を読んで共感ができないところもたくさんあると思います。その場合は共感しなかったなと思ってくださいでも共感してもらえることがあったらぜひね、レビューでも書いてほしいな。でもこれさ、予約開始した日になアマゾンのカテゴリーとか抜きで本の人気度ランキングみたいな5位ぐらいまで上がっとってんですよ。だから結構いい感じ、すごい嬉しい、予約してくれる人が多くて。でもちょっと怖いな出版って、読んだけどなんかこいつ何言ってんのとか言って。でもどうする、逆にさガバイばあちゃんみたいな感じドラマ化みたいな、あるわけないな。ほんでなんかサイン会とかあるんですかとかすごく聞かれんねんけど、ちょっと現時点でね武装者さんとのやり取りがあって、武装者さんの方ではちょっとサイン会とかは今コロナの問題があるからちょっと厳しそうなんですって言われてるんやけども、ちょっとうちの事務所としてそういう何かイベントをやりたいなとも思ってるので、何かそういうイベントする時は追ってご連絡させていただきます。でその時には本をその場で買わなきゃいけないとかじゃなくて、もう買ってくれた方とかでも全然参加できるものにしたいなと思ってるんで、なんか今のうちに買っといてもらっても全然大丈夫でございます。あの予約とかも押してくれた方ありがとう、めっちゃ嬉しいほんまに。ではよろしくビーの